おはようございます YouTube 講演家鴨頭ひ人ですえー、今日はですね僕はあのそんなにテレビは見ないんですけどエンターテインメントは好きなので例えば映画を見たりとかまあ昔はドラマにハマったこともいくつかあったんですけどあの僕ハマるドラマとかハマる映画の特徴っていくつかあるんですけど あの基本的になんかスーパーヒーローが大活躍するハリウッド映画とかは好きですねもう「ダイ・ハード」みたいなやつとかね「トランスポーター」とかねなんかこう悪を退治するスーパーヒーローの映画とかを見ると自分自身がスーパーヒーローになったような気分になるって僕すぐねこう乗り移っちゃうんであのそういう映画とかは大好きなんですけど、まあ、ただハマるものの特徴としてもう一軸あって。 で,でそれはなんかエンターテインメントなんだけどそのエンターテインメントを味わっているとその中からの学びが自分の人生に転用できる、まあ、いわゆる自自己己啓啓発発的的なななドラマとか自己啓発的な映画って好きなんでですよで今日はそんなちょっと自己啓発的な学びが得られる うドラマについいてご紹介しようと思いますただ残念だからですね今もう放映されてないのでこれアマゾンプライムだったりとかネットフリックスとかで探していただくしかないかもしれないんですけど、えー、今日ご紹介したいなと思ったのは「重版出題ですね、えー、重版出題っていうのはいわゆる出版業界で最初に初版からうんと人気が出てさらに、えー、増刷することを重版 で、できるって書いて、重版出退って言うんですけど、まあこれ TBS で、えー、昔、えー、流れていたドラマで、もともとはあ漫画ですね、ビッグコミックスピリッツかな漫画で連載されていたものがドラマ化されたもので、主演が黒木花さん、えー、が出ている映画で、もうこれ、ね、初っぱなからすごい面白かったんですよね。オープニングがいきなりあの、 面接会場で、黒木華さんはもともと柔道で日本一を目指していて、むちゃくちゃ周りからも期待された超優秀な柔道家の女性の役なんですけども、が、えー、いわゆるこう、怪我をして柔道の夢が立たれて、 そして就職活動をしなきゃいけなくなった時に今まで柔道しかやってなかったから何にも興味がなく持てなかった。だけど自分が柔道にハマるきっかけだったのが柔道の漫画だったということを思い出してよし、こんな風に自分自身が夢を持てるようになったきっかけになる漫画の編集者になろうということで出版社、漫画を中心とした出版社に面接に行くところから始まります。 で、その時に面接会場で、まあ、お掃除の清掃員のふりをして、面接を受ける前の新入社員をチェックしているのが、編集、出版社の社長の高田淳二さんで、その高田淳二さんは面接の時の新入社員でなくて、面接会場の前の、 新入社員の状態を見て、実は採用するかしないかを決めていたっていうシーンから始まるんですけど、まあそのシーン全部はあの語ってると時間が足りないので、あの、まあそういう設定なんですよ。で、僕がすごくあの好きだった回が、っと、その黒木花さんっていう外役がやってる主人公が、なかなかこういい、 えー、作品が作れない時に、先輩の、まあ、小田切丈さんがやってる役なんですけど、先輩の小田切丈さんが、むちゃくちゃいい編集者で、とにかく出す本出す本、重、重版していくと。そして、なぜそんな風に、その先輩の編集者は、で、その、重版を連発するのかっていうのを知りたくて、こっそり後を付け回るんですね、新入社員は。そして、付け回しているとあることに気づくんです。 その編集者の人は、例えば、自転車置き場、駅の前の自転車置き場で自転車が倒れていると、それを全然誰もいないところで、ちゃんと一台一台こう起こしていったりとか、ゴミが落ちているのを見つけると、ゴミをすっと拾って、えー、ゴミ箱に捨てに行ったりとか、なんか、重い荷物があって、交差点の前で困ってるおばあちゃんがいたら、荷物をすっと持ってあげて手伝ってあげたりとかっていう風になんか、 こここそそいいことをしてたんですよでまあつけ回してつけ回してで、まあ、最後の方にストーリーの最後の方にあのその編集長に新入社員の黒木華さんが聞くわけですよねあの実はつけ回してたのは私でしたとですごく不思議だったんですなぜまあまあ,あの編集長は見えないところでゴミを拾ったり自転車を起こしたりおばあちゃんを助けたりってあんなこそこそいいことしてるんですかって って聞いた時にそれはある人のことを真似してるだけなんだよっておっしゃってその編集長カリスマ編集長が真似しているのが高田純二さんが扮する社長なんですねで社長っていうのはとにかくいい作品を世に出すために自分は見えないところで運を貯めてそしてその運を無駄なところで使わないようにするんだ っていうことをその編集長に教えてくれた方なんですよねでその物語の途中に社長の高田淳二さんのところにまあ宝くじを持ってたんですけどふとしたことで他の人の宝くじが自分の方とこうくるっとこうあのすり替わってしまって、えー、物語の最後の方にその宝くじが実は、えー、1億円がたってるっていうことに気がつくんですよね社長は で、その1億円の宝くじを当たっていることを見つけた社長は、自分の孫に、はい、これ折り,折り紙になるよって言って渡して、その宝くじをお金に換金しないっていうシーンで終わるんですよ。で、これ何かっていうと、運を漫画が売れることに使いたい。そう思って普段貯めているのに、それを宝くじで使ってしまったら、いい本が、 世にリリースできないっていうふうに自分が一番大切にしているところに自分の運を使いたいっていうことをまあ表しているシーンではあるんですよ。まあこれ賛否両論出そうな、えー、シーンではあるんですけど。で僕それを見た時にあ、これが鏡の法則なんだっていうふうに他の学びと結びついたんですよ。鏡の法則っていう言葉聞いたことがある方多いとは思うんですけど、それは自分が行っていることは 必ずいつか自分に返ってくる。まあ、これわかりやすいですよね。でも鏡の法則の奥深いところは何かっていうと、例えば、えー、A さんが B さんに対して、なんか親切にすると。すると、B さんがありがとうと言って、感謝を A さんに戻すっていうのが鏡の法則ではないんですよね。鏡の法則っていうのは、 A さんが B さんに親切をすると A さんに他のどこからかまた帰ってくるつまり鏡の法則は目の前に鏡があるという意味ではなくってこの世の中のすべての人や環境の周りに張り巡らされていてそれは自分が出したものが必ず360度どこからか帰ってきてしまうんだよっていうのが 鏡ののの法則の本当の意味なんですまあそれをすごく言い表している象徴的なシーンだなっていうふうにそのドラマを見て思ってああそうだったそうだったって仮に目の前の人に親切をしてもその人が何にも返してくれなかったり時には誤解をされてせっかく良かれと思ってやったことをちょっと嫌なふうに陰で言われていたりするようなことがあったとしても何ら気にすることではない。この世の世中全てに 鏡があって自分の行っていることが良い行いであれば必ずどこかで帰ってくるし反対に自分の行っていることや自分が言った言葉が誰かを傷つけるようなことをしていたらそれも自分にいつか帰ってくるんだっていうなんか戒めになるようなそんなシーンでしたまあこのことも本当に自分で信じるか信じないかによって この鏡の鏡法則を、ね、うまく活用するもしないもこれはもう本当に一人一人その人次第ではあるんですけど僕はこの鏡の法則この世の中のすべては鏡が見ていて必ず自分に返ってくるそれを信じて少しでも人に優しくえ環境に優しく良い,よいよ行いを誰も見てないところでも積んでいこうというふうに自分に えー、今しめています。えー、皆さんはこの鏡の法則、信じますかそれでは、今日一日が、皆さんにとって最高の一日になりますように、せーの、いいねーバイバイ。